Mr. Julian, thank you, thank you. I am here, okay. 相田さんも今3年でね、そう、同級生ですね。はい。まあ、全然いろんな意味では人生の先輩なんですけど。元気、奇跡の世代。Thank you, thank you. 奇跡の世代。優秀？ん？皆さんなんかいきなり賢くてちょっと時差があるのかな。うーん、全然全然ですよ、優秀じゃないですよ。私はあれ大学のことかな、違うかな、あ、単位のことかな。いや単位はなんか私のところ、うん、学部学科のせいなのか、そこまで出席ももちろんあったりするんですけど、なんか試験一発とかも多いんですね。はい。で私はそのどっちかっていうと文章書いたりとか、なんだろう、暗記とか穴埋めよりも文章書いて字数の方が、まあなんだろう、自分のままに書けばいいので、何千字とかの方が楽なので、うん、結構学科の試験のタイプが合ってるのかもしれないです。はい、そうですね。センターもね、まあ、この通りデガイングリッシュで5割6割とかだったんですけど、英語は、うん、国語は1回も予備校の授業受けなくて、学校の授業だけで9割だったので、うん、文章を書いたりするのが唯一あれかもしれないです、私は。なのであれなんですね、エッセイとか読むの好きなんですよ、特に芸人さんのエッセイとか作家さんのエッセイとか、だから、ね、皆さん写真集とか出されると思うんですけど、私は写真集っていうね柄でもないですし、なんかエッセイとかフォトエッセイ出せたらななんて思ったりもしますね。トナチさん、アイドルと学業の両立でできそうです。そうですね、多分もしメンバーになれたらほぼ4年なので、まあ、多分相田さんは大変でしたよね。1年2年とかの必修が多くて忙しい時期にアイドルとして活躍されてたので、うん、また環境が違うので全然私の方が楽だと思いますね。翔さん、推薦コメント書いてない。あ、今日書けば間に合いますよ。また明日ね、推薦コメントの配信するので、で明日の、そうですね、ギリギリ、まあ、昼とか夕方前ぐらいに印刷するの で、それ印刷したのを手元に見てやるのでお願いします。この明日これ推薦コメントやることを今日ツイッターで皆さんちょっと拡散してください。それでなるべくね、もし明日来てくださった方で書いてないよみたいになっちゃうとあれなので、ぜひお願いします。あ、でも一回も見てない方はまあ書けないですけどね、先ほど言った通り。キラニーさん、今の話は面接で聞かれるかもね、両立が厳しくて夢でても夢とか。ああ、そうですね、うん、確か、え、あるの、面接あるのかな、わかんないけど、まあでも、あ、そのままですね。あとおじいちゃんとおばあちゃんがもう豊橋にあるし、あと難波とか、あの博多みたいにそこまで遠くないので、てか私の家から大学までほぼなんか1時間半とか2時間とかなんで変わんないんですよね、新幹線で乗っても。むしろ私の方がずっと満員電車で、なんだな、サラリーマンの人に押されて身長低いから、なんかもう息吸えなくて、ここになんかサラリーマンの人って背中とかっていつも押されながらとか、立ち寝とかしながら学校に行ってたので、もう立ち寝してもなんかぎゅうぎゅうなんで倒れないんですね。もうサラリーマンの方に寄っかかりながら学校帰ってました。はい、遠すぎて。なのでなんか逆に新幹線の方が座れていいんですけどね、まあ、ちょっとね値段かかりますけど、まあ、授業数減るんで大丈夫だと思います。回数券できますわ、いきますわ。翔さん、大学生の頃記憶に自信あったからメモ しなかった、していれば。いやいやいや、私なんかもう、なんだろう、もう高校とか中学から授業中メモするタイプの流れですね。うん、ひろゆきさん、ショールームでやってるやつから被るってことよね。被るってなんだろう。あれですね、思い出しました。ちょっとごめんなさい、また時差発生してますね。あの7時半から SKE のおむすびのやつが被るって意味ですね。はい、ごめんなさい。ななちゃん、明日も来るよ。このイベントはいつまで。明日、明後日、水曜日がラストです、ショールーム全体のイベントとしては。で、最後だけ8時までなんですね。はい。で、私はちょっと水曜日にどうしてもその、夕方からなんで、水曜日私あれなんですよ。本当は午前中とか夕方この時間だったら配信できるんですよ。だけど、あ、この時間じゃない、間違えた。その4時とか5時とかだった、4時とか3時だったら配信できるんですよね。でもみんな多分平日だから5時から8時じゃないですか。だからそう、最後の30分か1時間か1時間半になるか分かんないんですけど、うん、とりあえず明日がラスト配信って言ってますけど、水曜日やる予定でいます。やれる確率は今のところ7割ぐらいです。はい、ちょっとね、最初はどうなる、最初は多分やれる確率3割ぐらいだったんですけど、ちょっといろいろ確保、場所は確保しました。一応黒前さん、真面目な子だねって言って、あー、よかった、ごめんなさいね、本当に黒前さんの大事なお友達なのに、なんか失礼なこと言ってしまいました、すみません。
私は大学5年生に進級できないくらい。大学5年生ってことでもあれですよ、多分薬学とかですかね。医学部とか多分もう行ってる学部が全然違いますから、全然比べないでください。私なんかあれなんで。マトラスちゃん、ハローハローハロー。SK48 nice member audition entry number 7. My name is Nana. I'm from Kanagawa Prefecture. 20 year old. 151 centimeter. Thank you. Please my room follow me. And if you give me comment and free gift start, I'm so happy. Thank you for listening. しょうさん、それなら推薦コメント頑張る。あ、ぜひお願いします。ミスタージュリン、あなたは中央の位置に目を向けます。あれがセンターですか？ Yes, yes, yes. Yes. あ、でもセンターになれるとかそういう自信はないんですけど、まず、今 Now I'm the member fighting. まずメンバーになれるように頑張ります。はい。カズちゃん、ナナちゃんは中学高校で部活は何してましたか？私は小学3年間。私はそうですね、中学の3年間はテニスでした。公式テニスですね。で、6年間なんで続ける人も多いんですけど、私も辞めて、委員会、もともと中学も委員会入ってたんですけど、委員会だけにして、でその委員会で私は一番なんだろうな、そのずっと中2から入ってた委員会だったんで、議長になって、で中高の前でマイク持って2時間のくらいのなんか進行を高校入学したことがあります。その時の方が緊張しなかったんですね。なんでかっていうと、中高何百人の前だったら顔そんな分かんないじゃないですか。でも面接だと緊張、最初は緊張しなかったんですけど、カメラがあったり、一人一人人数が10人ぐらい20人ぐらいだと緊張しちゃって、声が震えてガタガタしちゃって、隣の子になんか倒れるか心配だったって二次審査の時言われました。戻したさん、相変わらず早送り再生です。そうです、早送りカレンダーです。ゆるきさん、出身大阪からついつい主語を残して話が始まる。ああ、全然大丈夫、気にせん。気にせん、私がね、ちょっとタイムラグあるんでね。ごめんなさい。ホリ君、こんばんは、こんばんは。できない。ああ、もう8時。わーわーわー。てか、なんか思ったんですけど、8時半から投票するとか言って、でもなんか、なんかどうなんだろう。どうせなんか私、染めてもまたこの普通のなんか色が抜けちゃって、どうせ超えるんだしな。なんかこの色はまだなんか、マシじゃないですか。あの写真ひどくないですか。ひどくないっていうか、私の写りがですかね。なんか。こういう潜在写真、プロフィール写真、下品な茶色でしたよね。やってくれるだけでも嬉しい。ああ、よかったです。一応でも、可能性は高まってきました。いろいろちょっと工夫して、はい。一瞬やけど間に合った。あ、ホタテイクルさん、ありがとうございます。中丸もんなさん、ななちゃんすごく真面目で素敵です、頑張ってください。ありがとうございます。ジュリンさん、 OK 頑張ってね。 Thank you very much. Thank you very much. テレマカシ。ブルーローズさん、すごい生き生きして話すナナちゃんもやっぱり素質あるんで、ほいー、ありがとう。よかったです。なんかこんなね、ちょっとまた危ないな、褒めてもらえると思ってなかったんで、人生でこんな褒められた経験あんまないんで嬉しいです。中村モンドさん、ナナちゃん息継ぎしてる、心配です。心配ないよ、これ。つか単純作業本当にやばい、アイドルとしてやばいです。ちょっと忘れてください。ごめんなさい、忘れろ忘れろ。ちょっとフォアゲットですね。はい、ごめんなさい。10時まで、夜10時までちょっとごめんなさい。9時まででやらせてさせていただいております。明日もそうですね、5時から9時で、ごめんなさい。どうだろう、初見の方もまだいるかな。タタタタタタタ、僕のもの、へへへ、早送り再生。はい、今日もね、多分皆さんにとって早送り再生ですね、私は。ヒロロさん、ごめんなさい、またなんかこさせちゃいましたね。クロマヨちゃんから LINE 来たは失礼なことなんてもない、ごめんなさい、ね、ごめんなさい、なんかわざわざね、気使ってね、ここまで来ていただいてありがとうございます。本当にね、これもなんかのね、縁だと思うのでね、お願いしますねとか言って。
ありがとうございます。車屋ちゃん本当に優しい。大事なね、立秋の期間なのに、うん、ヒロロンさん本当ごめんなさい、気づかせてしまって、ごめんなさいね、本当ね、時間もね、時で買えないね、タイムイズマネー、東京は金なりなのに、わざわざ来ていただいてありがとうございます。本当に申し訳ない。コマリンさん、ただいま、あ、おかえりなさい。あ、前回のどこやっけ、コマリンさん、多分5時からの後はいなくなっちゃいましたよね、このスペシャルギフトの、これ一応、これ、はいはいはいとか、はいはいとか言って、あの、もしよければこんなのいらないよって思うかもしれないけど、一応見せますね。はい、いつ呼吸してる、ハンドムーブ、ハンドムーブ、あ、ごめん、手の上ですごいそうきた、そうきたか、早送り再生、太陽を追いそう、だいぶフレンドになってくれて、ごめんなさい結構その何かの家族のスマホとかでチェックしてたので、あの嬉しかったし、なんかツイッターなんか私のあの写真アイコンにして、しかもなんかあのプロフィールなんかラッキージムなのによとか言って、まさかなんかまだねアイドルでもないのに、ありがとうございます、嬉しかった。なんかおじさん嬉しい、まだ20代一緒じゃないですか、やめてください。私だってもう今度もうすぐで21歳になるんで、やめてくださいよ。私もババアって言いたいんですか、 おばさんですか、本当にやめてください。私がおばさんになってもうですよ、あ、やばい、また人の歌になっちゃいますね。とても心配だわあなたが、あ、そう歌っちゃダメなんだった、はい、皆さんで忘れる、忘れ、中村さん、早くナナちゃんの本当の名前が知りたい、教えてくれる、いや、メンバーになったらそれは教えますよ、本当に教えるしかないじゃないですか、ね、逆に言いますか、48グループであの芸名でやられてる方、芸名でやれるならやりたいんですけど、あんまりその自分の名前つけるの、私ほらですよね、ほらみんなほらばばじゃないですよね、ほらだから皆さん20代でおじさんとか言わないでください、はい、はい、ちょっと声が聞きすぎましたね。誕生日何月なのいけるさ、内緒です、まだ内緒です、セークレット、セークレット、バースデーセークレット、バーツメンバーになれたら発表します、せいせいせいです、せい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 、早送り再生、太陽、そう、ヒロロンさん、あとお友達ってか、あるこの推し仲間なだけ、あ、そういうことですね、ファン仲間みたいな感じですかね、まあ、でもそれでも友達じゃないですか、仲間って友達ですよ、フレンドフレンドフレンド、レッドフレンド、レッドメックスフレンド、イエー、花咲さん、もっとフォロワーさん増えないかなんとか、何とかしてほしい、あ、そう言ってなんか嬉しいですね、そういう風に言っていただいて、まあでも私は私なんでね、峯岸みなみさんのソロ曲みたいな感じで、うん、あんまり周りと比較せずね、皆さんとね、楽しくね、気持ちよく終われたらと思っております。はい。Please make Twitter account。うん。Twitter account 私作ってってこと？あー、OKOKOK。If I'm be member、もしメンバーになれたら、Official Twitter account、coming soon。いつかな、できると思います、Official の。はい。その曲はソロコンダースを思い出す。あれですかね、私ですよね。違うかな。何の曲だったっけ？勢いさん、祝う準備しておく、あ、ありがとうございます。私はダダ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 、あんまりね、歌が得意じゃないね。皆さんの前でね、ちょっといつかの配信でセブンティーンだっけ、セブンティーンとちょっとなんか披露しましたけど、あんまりね、得意じゃないんでね。あれか、もはや本名よりナナって名前しか、確かに。それでも友達だっていうくらい前じゃん友達ですよ、みんな、本当に人類みんな兄弟ってことで、はい、メンバーになったとして生誕は1年以上先になるってこと、あ、確かにそうなんですかね、え、そのもしそのもしメンバーになれて、例えばなんか、なんだろう、お披露目して劇場デビューして1ヶ月とかで生誕祭やった人いますか、1ヶ月以内とか2ヶ月とかで、どうなんだろう、研究生でもそういうのやるんですか、できるんですか、生誕祭研究生の方でも、わかんない、もしね、もし祝っていただけたら嬉しいですけどね、まあシステム上あれだとしょうがないですよね。ホタテイクラさん、ごめん、シャワーダメ、あ、大丈夫ですよ、仕事戻ってください。
頑張ってください。ああ、明日撮ってみて。Thank you, thank you, thank you。あ、目のピアス、目のピアス好きです。あ、できる。お、ちょっとありがとうございます。あ、じゃあ、うん、私の誕生日的にどうだろう、お披露目の時期とか劇場デビューができるとかは、まあ、もちろん私、まあ、デビューできるか分かんないし、メンバーになるか分かんないし、あれなんですけど、もしメンバーになったとして、お披露目が分かんなくても、ギリ間に合うか分かんないって感じです。はい。じゃあ、皆さん来てくれますか？なんか誰がそんな生誕やってくれますかねって感じで、大丈夫ですかね、来てくれますか。ハッピー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 、行きますね。あ、リズム壊れた、リズム。やっぱ研究生でもあるんですね。ナナちゃん受かったら何欲しい、そんな欲しいとかないですよ。皆さんご応援してくれるだけで嬉しいんで、欲しいとかそんな、逆に皆さんがね、いっぱい今こうやってね、応援で愛情をね、与えてくださってるんで、私がいろいろね、返さないと思ってます。はい。その欲しいとか、なんかごめん、そうもないですね。はい、あ、野球の仕事。順調、よかったです、順調。たかりさん、メンバーになってて、誕生日を。やった。やった、嬉しい。なんかあんまりね、大学の友達とか多くないんで、ほんと片手に収まるぐらいなんで、本当家族とね、あと中高の友達、なんか今も仲良くしてる友達とも本当数名ぐらいしか誕生日って祝ってもらえないので、いつもあの結構枯れた女子大生だったので、うん、そんなパリピじゃなかったんで、そんなね、なんだろう、そんなね、たくさんの方に祝ってもらう機会って人生であんまなかったんで嬉しいです。それこそそんなこと言ったら生誕さんの以上かもしれない、そんな祝あんまり、うん、友達があんまりいないから。そんな大学で友達、本当大学で友達じゃないんで、サークル入ってなかったからね、本当に枯れた花の女子大生になるの、枯れた女子大生なんで、うん、立候補します、ありがとうございます。花さん、それ言ってくれだけでも嬉しいですね。私としては気持ちが嬉しいです、何より。だからね、裏切らないようにね、そう、最終審査終わるまで私は本当にいろんなスケジュール詰めてるんで、うん、いろいろ整えて、いろんな意味でね、整え、いろいろ整えて名古屋行こうと思ってます。Yes, I'm waiting for that. そうですね。そんなオフィシャルアカウントとかもできるように頑張ります。インスタとかもね、オフィシャルアカウントできたらね、嬉しいんですけどね。今ちょっとできてないんで、その SNS 消しちゃって。Twitter もね、SNS も、あ、インスタもね、うまく使い分けできる私は自信があります。自信がいっそよ。いっそよ。いっそ無理だなんで。はい。でもね、インスタちょっとね、男性ファンの方にあんまりつまんないかもしれないですけど、とりあえずあの、いいねだけ押してください、そしたら。ストーリーとかね、まあ、皆さん楽しんでいただけるようにできたらいいと思いますね。某メンバーと同じ誕生日だったら最高。某メンバーはどなたなんでしょう。そのメンバーはどなたなんでしょう。やばい、なんかやばい。ちょっと水飲みますわ。やばい、なんかごめんなさい、もうね、どうしよう、イヤホンで聞いてる方、今すごいあの下品な音でしたね、ごめんなさい、こんな、なんか悟空みたいな音聞かせちゃって、あ、ごめんなさい、本当になんかね、アイドルらしくなくてごめんなさい、本当になんか私なんか喉鳴っちゃうんですよ、なんかよくあるじゃないですか、ビールの CM とかで、なんか喉越しみたいな、みたいな、私普通の飲み物でもなんか本当喉かいてきこれ鳴っちゃって、もう恥ずかしいですね、全然お酒じゃないのに。ななちゃん、生誕 T シャツの、あ、デザインで自分でできるの、あ、そっか、できるのか、楽しみです。あんまりね、デザイン良くないけど、はい、自分もね、着てね、あの皆さんも着て楽しんでもらえるようなデザインにね、したいと思います。いろいろね、研究して、またあのリサーチは得意なんで、いろいろデザインとかね、いろいろ調べて、はい、やりたいと思います。でもそれもお金かかっちゃうんですよね、 T シャツ買うのも、なんかそういうのもなんか申し訳ないです。本当に無料でね、来てくださるだけで嬉しいので、無料で配布したいんですけど、 T シャツもなかなかね、そういうわけにいかないんですかね。お披露目で会えるから心配してないです。ありがとうございます。たかりさん。明るく見えるね、友達かな。なんだろう、私が、心を開けるのがあれかもしれないです。というのも、なんだろう、知り合いは多分いっぱいいたり、初対面で話せるとか、初対面の人とあれなんですけど、本当に深い話できるのが友達だと思っても、だからみんなに結構友達のハードル高いねって言われがちなんですけど、そういう子しか二人きりだったりとかあんまないかもしれないですね。授業だけ会う子とかももちろんいますけど、なんだろう、大学ってなんか授業あの全然合わないじゃないですか、クラスとかないし、
あれなんで、でサークルも入ったんで、だからあんまり深い関係になれないですよね。仲良くしたい子がいても、その1年間授業被らなかったら、うん、SNS とか LINE とかだけの関係なしに、やっぱなかなか難しいんです。難しいですとか言ってなんか切れちゃってんで難しいんですよ。もちろんね、うん、あとなんだろうな、うん、まあいろいろ中学校の時とか、うん、高校の時にあったので、あんまりなんか、うん、ドライって感じですかね。あと一人でも行動できるようになっちゃったし、うん、それこそあんまりちょっと心開くのに時間かかるかもしれない。もちろん皆さんあれなんですけど、友達として、うん、信頼できるかなっていう人、まあ、でもいいんですそれで私は、うん、ちゃんと深く狭くで言ってるんで、なんかそんなにねあんまり、うん、いいんですとか言って、もちろん、ね、友達を多いけばね多いほどいいと思いますけど、私の場合浅く広くよりは狭くかでいいかなと思ってます。色っぽい逆になんか気持ち悪くなかったけど、大丈夫色っぽいって言われるならまあよかったんですけどとか言って、いやこれどうしよう。ナナちゃんこの順位も参考になるの、ですね、あれですね、うん、これまずショールームやってもやらなくても大丈夫って前提でしたね。で顔出ししもしなくても、でも、まあ、一応やった方がそのアピールする期間がたくさんもらえるよっていう説明でした。なのでなんか今までのあれですよね、あの支援さん他の HKT さんでしたっけ、 HKT さんのゴキさんはなんか1位の方、ショールーム1位でもなんか落ちちゃった方がいるみたいな噂も聞いて、だから、うん、あくまで参考程度らしいです。でも、まあ、上にいて越したことはないかなとは思ってはいますけど、皆さんに無理してほしくないし、私も無理しないようにまず楽しむことを第一でやっております。はい、中村モンドさんあれですかね、もしかしたらそんなに SK のとか詳しくないのに私のこと応援してくださってるのかな、それはそれでまた嬉しいですね。はい、ごめんなさい、イヤホンです。めっちゃ喉なの、ごめんなさい。喉越しなの。喉越しなのがいいですね。でもあんまりお酒強くないからな。ちょっとなんか。これが ASMR。確かに。だってビール飲んだら、ビール飲めない。ビール飲めない。斜め、確かに。まあでもちょい斜めですね。斜め。はじめまして。ちょっとすいません、見えない。半田くんってんかね、わかんないな、りょうぽんさん、ちょっと待ってか、本当にね、名前がね、グレーの字じゃなくてね、いろんな字、あの、わかりづらいよ、りょうぽんさん、はじめまして、顔めちゃくちゃ怖いですね、え、本当ですか、ありがとうございます、嬉しい、仕事終わりました、のりたさん、ありがとうございます、よかったらね、今日はね、9時ぐらいまでやるんで、ぜひ見てください、初見の方もね、いて嬉しいですわ、嬉しいです、ですわ、ちょっと、なんか、ショールーム始めたからですね、嬉しいです、ちゃんと息してね、心配だ、ありがとうございます、大丈夫です、息してますよ、ちゃんとしてます、はい、エラ呼吸じゃないんではーいとか、なんかあれタナちゃんみたいですとかちゃんみたいな、はーいみたいなお酒飲める人いいですよね、私も本当飲めた方がね、みんなとなんだろう、だからお酒飲めないのもあって飲み会とかあんま好きじゃないし、そのテンションも嫌い、あんま好きじゃないし、本当に仲いい友達と相手が飲む分にはいいんですけど、もう人数の中飲み会ってのが得意じゃないですね、だからもしね、今回これがもしダメだったとしたら、就職したらどうなっちゃうんだって感じですね、なんかいろいろなんかお釈とかしなきゃいけないのかな、なんか行きたくないんですけど、でもそうするとね、最近のゆとり世代がとか若い人とかとかあるじゃないですか、でも本当にダメなんですよ、度数低いのでもちょっと飲んだだけでもあれなんで、母からもう家以外であんま飲むなって言われるぐらいなんで、病的にの強くないんですね、父の血をついてて、だからちょっと心配ですね、大学生の間にねお酒慣れてればよかったんですけど、まあ、結局よくて飲めてないので、速達性の7、ドライ7、ぼっちの7 そうなんです、意外とね、まあ知り合いもいっぱいいるんですけど、私が相手が友達と思ってても私友達と思ってないパターン結構あるかもしれないちょっと怖いですねこの話、はい、ちょっと時間かかっちゃうんですね、許せるまで心許せるまで、どうだろう、画質今大丈夫かな、急に不安になった、マニアさんこのキャラをアピールできたから配信して正解です、良かったですかね、大丈夫ですか、全然あれなのに、あれとゆみさん初見で早さで分かってますよ、息してる、大丈夫大丈夫、コーリさん問題なっせん、ありがとうございます、中村さん僕とたまにいますね、本当に通報したらあれですよ、もしメンバーになった時の合格配信見れないですよ、いいんですかとか言って、ね、慣れたらいいですけどね、なんか自分が有名になりたいとか、うん、自分がなんだろうな、
アイドルにただなりたいっていうよりは、皆さんがこうやって応してくださったので、なんかちゃんと顔を見て、うん、俺を言いたいからメンバーになりたいって気持ちがちょっと一番かもしれないです、ぶっちゃけ。こういうのじゃ、まあ、あれなんですかね、こういう言い方あんまり、うん、他の、ね、メンバーだって失礼かもしれないんですけど、うん、まずはそれですね、皆さんにちゃんと、うん、お会いできるようにメンバーになりたいなって思う気持ちが一番強いです、私は。まあ、もちろんね、いろいろ活動もしたいなと思いますし、ソーダさんみたいに、ね、なりたいなって気持ちもありますけど、何よりもそうです、皆さんこうやって応援することで、皆さんのに顔を見てちゃんと直接感謝をしたいから、感謝の気持ちを伝えたいからメンバーになりたいです。画質にがイメージになりそうな気配感じ、あ、やばい、顔も髪型も例えば、あ、ありがとうございます、嬉しい。もしよければ、あの、今日はあと30分しかない、あっという間ですね、4時間目って。30分しかないんですけど、明日の配信で、あの、推薦コメントのあれですね、お返事の配信の枠をやろうと思ってます。なので、もしよければ、あの、推薦コメント書いてくれたら、それ印刷してお返事するので、もし明日もね、来てくださればお願いします。うーん、ワンマニアさん、ファンですって言っても終了されるまで時間かかりそう。ちょっと名前出してください、ちゃんと言うときに、ワンマニャンですって、ワンマニャンですって言ってから、ワンマニャンさんはね、でも、あの、個性的な名前なんで、結構すぐ私、あの、インプットしましたよ。あの、あと濁点とか半濁点もないしね、漢字でもないんで分かりやすかったです。はい、コモリさん、ななちゃんの目が覚めた、ありがとうございます。これ本当に皆さん優しいですね、好きです、ありがとうございます、好きです。勢いさん、握手会行ったことないけど、嬉しい、そんな、そういうのも嬉しいですね。もともとは SKE の、え、そういう行かれてて、私のことをしくださるのも嬉しいですけど、そうじゃなかった方もね、言って嬉しい。トーレさん、俺イケメンじゃないから男行かれなくしまう、んー、なんかどうだろう、イケメンじゃないからって思う、まあ、別にあれ、まあ、私いろんな方接客してるんで、そんな引くとこないと思うんですけどね。アルバイトで1日200人ぐらい接客したりしたこともあるんで、まあ、どっちかって言ったら清潔感が欲しいです。はい、普通のことですよ。顔を毎日洗うとか、髪の毛洗うとか、服はちゃんと洗濯したものを着るとか、うん、匂いに気をつけるとか、もし匂いが気になる方はね、ちょっとなんかするとか、そんぐらいですね。はい、あとなんだろう、そういう、本当に清潔感ですね、清潔感があればって感じですね。ちょっとさん、もしかして名前言ったら存じ上げますね。いや、だから推薦コメント書いてくださる方はずっと残るので、このコメントはライブなの残らないんですけど、推薦コメントはスクショして残して、この期間が終わっても私はずっと保存して、お気に入りに写真フォルダ入れておくんで、そしたら大丈夫ですよ。もしメンバーになれたら、ちゃんと初めての握手会の前日はちゃんとこれ皆さんの推薦コメントで復習するんで。はい、両方の推薦コメント、なんで星の、うん、でも、うんうんうん、書いてもらえたら明日あれですよ。コモリさん、今日と投票まで戻ってもらえ、あ、大丈夫です。あ、そう、投票するんでね、この後ね。でもなんかね、皆さんにね、髪色の投票聞いても、結局この色になんか自然と抜けてこうなっちゃう気がするっていう。なんだろう。なんとかはカオタンに言われたから大丈夫。星ってなんだろう。カオタンさん。コモリさんもイケメンじゃないから投票します。みんな心配になる。ああ、書いてこないで書いてます。ありがとうございます。あと30分なんでね、あれなんですけど、なんか皆さんコメント、推薦コメント書いてくださってると思うので、うん、それ見ながら書いてもらえば大丈夫です。俺も早口だから今のなずちゃんは早いですよ。高速ですか。はい。あの、早送り再生、太陽を。あ、清潔感も握手会ないと思うんだ。ああ、じゃあ皆さん気をつけてらっしゃるんですね。さすがです。はい、にょ、あ、匂い、匂い、匂い、うん。匂いって自分の匂い分かんなかったりしますもんね。あ、ヤスさん、ヤスさん、ありがとうございます。100個、10、あ、違うな、10じゃない、100ハート、センキュー、わー、わー、嬉しい限りや、うん、なんかだるまも来てる、わー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 、ありがとうございます。本当に頑張りますわ、本当に。より一層気がなんか引き締まる思いです。本当にね、申し訳ないなって思う気持ちもありながら、でも本当に嬉しいです。ありがとうございます。私がね、メンバーになったら皆さんにね、こういう、この時の応援、恩返しできるように頑張りますね。はい。まだなれるように頑張ります。本当にね、なんか初めてそのスペシャルギフトいただいた時は最初気づかないぐらいで、本当もなんか申し訳なかったです。皆さんに教えてもらって、やっと見たら、はぁってなって、あ、くんたさんもありがとうございます。
本当になんか、うん、私にはもったいないです。皆さんの応援がありがたすぎて。ちゃんと書けますね。ありがとうございます。あ、待って待って待って、タカリンさんも待って、もっと前から来てる。あ、ごめんなさい、気づかなかった。タカリンさん、花束いっぱい、あといいねもありがとうございます。あ、りょうぽんさんもありがとうございます。気づかなかった、ごめんなさい。それこそなんか失礼なこと言ってた、ごめんなさい。今気づきました、ごめんなさい。ちょっとショールーム音痴で機械音痴なら ショールーム音痴で慣れてなくて、ごめんなさい、気づかなかった。よかった気づいて。今はい、恩返しと、あれって意味では冗談だけに顔がタイプとか、何かありがとうございます。本当になんかあれって意味であれですよね、なんかアイドルとしてのスペックは分からないけど、なんか人間としてのスペックは高そう、高いと思うみたいな、これだけはみたいな、何回か見て思ったけどみたいな、なんかそれ個人的に嬉しくて。確かに、ね、自分で、ね、アイドルとしてのスペックはね、まあこれからっていうか未知数だと思うので、うん、まあデスも受けたことないしあれなんですけど、なんか人間としてのスペック高いって言ってもらえて、なんか自信つきました。もし、うん、残念な結果になっても人間としてちゃんと生きていこうと思いました本当に嬉しかったです。こんばんは、リアルジュニア、あー、こんばんは、 Good evening, thank you, my name is Nana, only 30 minutes, enjoy, enjoy とかで私がね、enjoy させなきゃいけないですね。だから気にしなくて大丈夫です、この月でありがとう、優しい。なんでこんな優しいんですか、皆さん。なんか大丈夫ですか、なんか大丈夫ですか、騙されたりしないでくださいね、優しすぎて。トランジさん50カウントかに、あ、ありがとうございます。カウントとかもね、最初分かんなかったんですけど、あれですよね、1、2みたいなやつですね、なんか出席取るみたいな、1、2、3、4、5みたいなやつですね。ありがとうございます、本当にありがとうございます。あ、トランジさんまでありがとうございます、いっぱいありがとうございます。皆さんにね、支えられて私幸せです、本当に、うん、だからなんだろう、自分の目指すようなアイドル像とかやりたい仕事ももちろんですけど、皆さんが求めてもらう姿、求めてくださる姿に応えられるようなアイドルになりたいなと思いますね。本当なんか皆さんがいなかったら多分ここまでもね、来れてないので、はい、皆さんそれまでになんかまた誰かな、もしなんか違う他のオーディションとか新しい気がの子が来たらまたこうなって、なんか新しい子のとこ行っちゃうかもしれないけど、まあ、飽きさせないように私も、はい、魅力を出せるように頑張りたいと思います、はい、うん。あれ、トミさん、まあ、SK はアイドルとしてのスペック高いだけの人ばかりじゃないか、ありがとうございます。あ、そうですね、いろんな方いますもんね。でもそのコメントすごいなんか、うん、嬉しかったです。お久しぶり、なんさん、あー、 I miss you Mr. Real Jr. Thank you for watching. Thank you. ピースちゃんも7歳に騙されたのね。のり太郎さん、通報が得意みたいな、通報得意じゃない、通報ミスですから、はい、やめてください、通報とか言ったと語弊がありますよ。お七面に通報しますか、しないですよ、やめてください。だから今しめの意味を込めてね、7ポリスですよこれ。着々と通報ミスの件減ってますから、イエーイ。 Where do you from? Japan. Japan. I'm from Kanagawa Prefecture. My father from Aichi Prefecture.タカラキュウイチョウさん、いやー、元ですが、ポテトオータです、ありがとうございます。あとね、今日は30分しかないんですけど、もしね、推薦コメント書いていただけたら、ちょっと初回なんであれなんですけどね、明日は推薦コメント書いてくださった方のお返事配信を、もちろん普通のコメントも読みますよ、ですけど、やると思ってるんでお願いしますね。ブルーローさん、上目遣いしてるのちゃんがデラカボイ、あれですかね、書いてる途中にこうやってやったからできてるのかな、これですか、できてますか、わかんない、はあ、ありがとうございますね、皆さん。ブラジル、あー、ブラジル、あー、あ、反対、まあ、反対、この時差、なんていうの、タイム、あれ、タイムラグ、目に目に、センキュー、ちょっと配信目指していただく、あ、ありがとうございます、嬉しいです。もしね、良ければなんでね、でも明日そういう枠をやるっていうちょっと予告です、はい。あー、直樹さんもありがとうございます、いっぱい、なんか皆さん本当にごめんなさい、うん、でも頑張ります、
皆さんがいたからね、ここまで来れたんで、はい、ちょっと自信持って行ってきますわ。最終まだですけどね、うん、頑張ります。前向きにね、皆さんのおかげで本当に日に日にポジティブになりました。もともと話すのが好きだったから、ある意味ショールーム向いてたのかななんてね、ちょっとここ最近だって思ったりしました。なんかね、アイドルらしくはできてないと思うんですけども、皆さんのおかげでね。サバの絵、ブラジルらしく聞こえますか。早送り。あれ、トイミヤさん、万が一合格しなかった人もインスタやツイキャス配信します。あ、じゃあインスタなら、インスタライブなら、うん、できると思う、できると思う。ツイキャスはちょっとアプリ持って、今インスタ消してますけど、またやるんで、インスタもし落ちちゃったらあ、でもね、もちろんね、皆さんにね、感謝の気持ち伝えたいんであれなんですけど、え、じゃあそしたら、うん、あの、なんとかこのハッシュタグこれでやりますわ。ハッシュタグこのラッキーセブンなのか、これとかこれでなんとか私のあれやるんで、ツイッターとかちょっと逐一チェックしてみてください。もし無理だったらね、まあもちろんね、なるのが一番ですけど、え、来てくれますか、インスタライブとか本当ですか、ね、あれなんですよね、 YouTube とかでも編集しなきゃ無理じゃないですか。私大学のレポートもワードアプリでやるぐらいなんで、ちょっと編集誰がしてくれんならいいんですけどASMR でデビューしよう、確かにありとか言って、ありやって、うん、素敵な女性だなと思います。聞かれたら握手、ありがとうございます、ありがとうございます。なんかね、こんな素風なのに素敵な女性だと思いますとか、なんかちょっと嬉しかったです、ありがとうございます。見てて楽しいから配信もいてても、ありがとうございます。初見です、早口なんですね。そうです、のりさん、ありがとうございます。早口です、やっぱね、アルバイトちょっと駅中でアルバイトしてたんで早口なんです。かわいい、ナナさん、まあ、ナナ様、Thank you リアリー、Thank you I'm so happy I miss you、うんうんうん、あ、そうだ、あ、投票やりますね。 YouTube はちょっと編集があれですね。ショールーム、うん、どうなんですかね。そうですね、もう合格すればね、ショールームでやるんでお願いします。多分愛知で一人暮らしになって暇だと思うので、暇っていうか夜一人ね、ホームショックって何ですかね、なってたら配信すると思うんで。英語得意なんですか。あ、全然、デガイングリッシュです。デガイングリッシュで10カ国ぐらい旅行してました今まで中国語も韓国語も片言なんですけど、今日まで5カ国ぐらいの方が来てくださったんで、ちょっとグローバルハッシュタグとかね作ってみました。アマチュア枠で配信、わかんなんですかね、あ、これがあれですか、オフィシャルみたいな、わかんない、そんなわかんないです。ちょっとそしたら、もしですよ、もし見られなかったらツイッターでちょっと皆さんに相談しますわ。どれで配信したらいいですかみたいなちょっと相談します。皆さんそしたらフォローしてくれるかな。おたさずしてるのあなたがメンバーだったら疑似恋愛してて、あれでもなんかそんななんですよ、あれですよ、私そんなアイドルしてるタイプじゃないですよ、大丈夫ですか。癒し系でもなんてブリブリアイドル系でもないんですけど、あー、浮かんだイメージになってきた、夢中になってきた、あー、困りますね。でもね、皆さん見てください、見てください。疑似恋愛もししてくださるのは別にありがたいんですけど、私で大丈夫ですか。ちょっとあの選んだ方がいいかもしれないですよ、私こんななんか友達タイプですけど、大丈夫ですかね大丈夫ですかね。ボレーは、え、そのちょっとも大丈夫な、あ、え、ほんと編集です。でも機材とパソコンができないんで、いろいろね、カメラとかいないけど、そんならまだね、インスタライブとかまだショールームなんかあるかもなって思ったし。りょうこさん、SK で初の推しメンができるか、嬉しい、なんか恐れ多いぐらい嬉しいですね、ありがとうございます。本当にノムノムカムサムネタですね。 SK すごいね、ナナ様、あー、Thank you 優しい、 You are kind。すごい、全然すごくないですよ、全然片言ね、いいのいいの、可愛いと思う女の子と疑似恋愛してるアイドル、うん、あ、全然私でよければ大丈夫ですか、こんなんで大丈夫ですかねこんなんでよければ全然してくださいとかしてくださいぜひよければね、うん、あ、そうだ、投票ですじゃじゃん、オーディション出てる時に他の子どうですかとか、ああいうの、ああごめん、そうですよね、なんかそういうとこですよね、私うまくないの、なんか普通になんか本当だったら、例えばちょっとなんかなんだろうな、応援するよとか、なんか他の子見てるよとか言ったら、なんかいや気持ちなんかやっ感じで、なんかもうなんか独占欲みたいな感じでとか、なんか行かないでくださいとか言うのが普通ですよね、なんかもうやだとか、私だけ見てくださいみたいな、なんでみんな他のとこ行っちゃうのかやるのが普通ですよね、多分アイドルは。でも多分、うん、なんか私はなんか、うん、そんななんかもう理事とかあんましたくないなんかごめんなさい、アイドルっぽいコメントできないんですよね、そういうなんかこうやって、うんみたいな、
本当だったらね、なんかちょっとそういう風に推し編とか匂わせられたら、え、やだなとか言えばいいんですよね、こうやってみたいな、なんでとかやればいいんですよね、やればいいんですよねとかで、ごめんなさい、そういうメンバー否定してるわけじゃないんだけど、なんか、うん、そういうのができるね、器用なね、可愛らしいね、あの愛嬌のある女の子だったらね、よかったですね。これではないけど可愛くてですけど正直でありがとうございます。じゃあいつかね、まあ、明日明後日惚れさせれるかなとか言って全然自信はないんですけど、はいはいはい、あ、そうだ、じゃんちゃかちゃん、じゃんちゃかちゃん、アンケートします。突然ですが、なんだろう、 which like 合ってるかな、英語 which like one or two please choose、 髪色を染める予定なんですよ。染めるっつってもなんかね、まんま全体染めるかわかんないんですけど、ちょっとこれより暗めか、これよりこれぐらいか、どっちかを選んでもらいたいんです。はい、 please、あ、やばい、チョイスのなんか感じがわかんない、あ、英語がわかんない、綴りわかんない、ちょっとチョイスが忘れちゃった、チョイスどうしよう、どうしよう、チョイスわかんなくなっちゃったなんで CH、 あ、シュグレ似合いそう、あ、ありがとうございます、あ、シュグレいいなとか、でもそれで決まっちゃった、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、 CHO、 あ、センキュー、本当に皆さんの支えですね。合ってるかな、ブライトカーラー、ちょっと綴り違ったかったらどうしよう、よし、じゃあ1分ですね。おー、もし SK 入れたら研究生黒髪固定だった、あ、そうなんですか、じゃあ染めない方がいいですかね、カメラなんか今とりあえずプリンなんでここだけ染めようかなと思ったんですけど、なんかその潜在写真、プロフィール写真がなんか茶髪が汚い茶色だったんで、とりあえずなんか綺麗な色にしたかったんですよね。雰囲気面白いですね、書かれたりとか、今話、まあ別に黒髪でもいいんですけど、まあ、中高ずっと黒髪でしたし、でも次元も別に私茶色寄りなんですね。なんちゃん今のままでいいです、ありがとうございます、こもらしたとかありがとうございます、とりあえず愛されたいです、本音がです、ありがとうございます。髪型も変えれない、え、何ですか、え、決まりがあるんですか、ごめんなさい、知識不足で、え、じゃあなんかこれ投票しない方がいい、じゃあ皆さんの、あ、じゃあ皆さんの好みで聞くだけで変えるか分からない、とりあえずじゃあ投票機能やってみますわ、ちょっと投票1分待って、で1分2分ぐらいでやりますね、はい、毛箱はならないでね、アイドフォース、あ、毛箱は生好きじゃないんであれですけど、これより暗くか、これぐらいか、これぐらいがこのブライトの2番の色です、やってください、他の外国人ファンがいるので私は嫉妬している母ミスタージュリオン、I miss you, I miss you 固定ってな、あれですか、ストレートですか、それとも好きな髪型でずっといればいいんですか、私としたらハーフアップか、 まとめ一本でまとめがいいですわ、いいですわとか言って、スタート結びとかちょっとね、なんかハーフツインみたいな、ちょっと年じゃないんで、キャラでもないんで、もう黒髪、これより黒い方がいいですか、じゃあ中高の時がいいのかな、これって毛はいいっていうか、これ茶色って思いますかね、これより黒い方がいいですか、わかんない、とりあえずあと30秒ぐらいかな、リミッツ30セカンド、あ、30秒ちょっと数えちゃった、あとじゃあ15セカンドリミッツ、明るい色、そのはっきりしたお顔に似合いそう、うん、好きな髪型できる、うん、まあちょっとまず慣れてもないのにそんなとこ心配するなって話ですよね、はい、あ、みのりさんありがとうございます、あ、これで終わりでいきますわ、お、投票結果1、ダークカラーってことでありがとうございます、63対36ですね、ありがとうございます、ちょっと皆さん私のお付き合いにああ付き合ってくださって、ナナ様何、うんうんうん、リアルジュニア、ミスタージュニア、ナナ様、何食べ物好き、うんうんうん、I like shrimp, I like crab, I like meat, ハンバーグとか、あと I like fruit, fruit さん like 合格とかで今、うん、固定っていう方もあるんですけど、まあどんな髪型でも、あのハーフツインとかじゃなければまあいいですね、
何色でも着たね。あれ、それは固定のやつは自分で選べますか？だから9184さん、頑張ってね、キメガアイドルになったら押すからね、久しぶりに聞いてね。あ、私でよければどうぞどうぞ、記事年代どうぞ、ぜひ皆さんどうぞ、私なんかでよければですけど、はーいはーいとか言ってありがとうございます。明るい方が怖いと思うんだけど、やっぱあれですよね、このくらいだったらキモくないですよね。ただ多分あのプロフィール写真の時は光を耐えてたので、なんかちょっと変な茶色に見られちゃったから、あれの写真見た時ちょっとなんか私のこの今のこの茶色よりの変な色だなって思っちゃった。だからそれ見て皆さん選ぶじゃないですか、なんか大丈夫かなって本でした。はい、うん、まあね、はい、とりあえずメンバーになる予感なんで頑張ります。もしね、もしなれなかったら、ね、皆さんが言ってるのにインスタライブですか、ショールームですか、あの YouTube は、ね、多分なれないんですけど、またなんか定期的にね配信できるように頑張りますわ。はい、はい、なんかね皆さんこんな楽しんでいただけると思ってなかったですね。今のままのがいいです。今のうちとか皆さんありがとうございます、いろいろ教えてくださって。そろそろ20分ですね。なんだろう、とりあえず明日あの推薦コメントのお返事配信枠やるので、できたら今日中にね、今日中明日の、うん、はい、結構反映するまで時間かかるみたいなんですよ。なのであの書いてもらえたら明日の、ね、配信より一層皆さんと楽しめると思うので、あのコメント書いてもらえたらね読むので、あなたのコメントでお返事するのでお願いします。印刷するので昼ぐらいには印刷したいとか夕方までで思ってるのでぜひお願いします。もしねあの間に合わなかった人もね、とか普通のコメントもですね読もうと思ってるので、はい、ってやろうと思ってますね。で最終日はちょっとどうなるかわかんないんですけど、はい、やれる確率がちょっと場所も確保できて高まってました。中村もんださん、ななちゃんコメント書いてきました、気に入らなかったら通報してくれますコメント通報できないですよね、推薦コメント。のりどろさん楽しいのが一番、そうです楽しい、ま、皆さんお互い時間もね無理しない、もう時間これ見てくれて嬉しいです。タイムズマニーで時は金なんで、はい、でねその後ねあのお互いねギフトとかも無理しないでくださいね、お星様とか、はい、時間とかね、でお互い楽しめてその平和でラブ&ピースでね、で最後もしねその上で、ね、ちょっと工場しまってできたらいいなっていう感じでやってるのでお願いします。りょうほさん書いてはしてみられるかな、あもし来られなかった場合は、まあ、最終日にもう多分できると思うんで、かあとあれですね、ツイッターで拡散してもらいます、あの皆さんにこのハッシュタグを使って、これでねみんな仲間なのでリツイートしてくださいね、これグローバルハッシュタグも、これねあのもし手書きのこうやって配信中に書いたやつが来れなかった人こうやってパッてやんで、でみんなにスクショしてもらってみんなに拡散してもらうつもりなんで、はい、とりあえず書いてもらえて嬉しいです。あミスターレアルジュニア7様好きです、あー Thank you Thank you I think so Thank you。 推薦コメント少しあれかな変えてきたってことかな、ひろゆきさんありがとうございます。結構ねそう更新してくださった方もいて、どれもスクショしてますよ私は定期的にねえしないで、あれですよ推薦コメント通報できないんですよ、できないんですよとかもともと見てするつもりないんですけど、書き直すか、えでもあれだゆみさんあれですよ、嬉しかったですよ、おことののおさん明日もねありがとうございます、待ってます7です。明日もね5時から9時やると思いますね、あっという間すぎて4時間もそうなの、楽しすぎてあっという間ですね、あと20分、ああまあ斜めの7です、はいはい、ほんと楽しい配信です、ありがとうございます。ママニアさん落ちたらショールームで配信してもいいかもね、皆さん来てくれますかでもね分かんないですけど、もうちょっとねとりあえずもちろんメンバーになれるように頑張って、もし落ちたら落ちたでまあその時ですね、まあ、でもどっちにそうですね、もし受かってたら直接ね皆さん顔見てお礼できますし、もし落ちちゃった場合もなんか何かしら SNS 使ってこのね私たちにはこれがあるんで、ハッシュタグこの3つのハッシュタグがこれですねあるんで、そこから私見つけてください、もし落ちちゃった場合は、どうなるか分かんないんですけど落ちちゃった場合はね、まあ、もしね、まあ、できたらいいですけどね、推薦コメント通報会ができないですって通報されてこの名前どうするの、もしメンバーになった時ね、お礼配信の時皆さん来なくてさ、私だけなんか誰も来てないみたいな通報してしまくっちゃって、なんでこんな来てないんだろうとか言うと、いや私いっぱい通報したかなとかみんな来れないんだよね、通報しますと通報、やばい、タイミングなのになりますね、残り15分なんで、はい、斜めの7ってことだと思うにしておきます
今はそうですね、合格だけはそうです。皆さんご指摘くださるからね、とりあえず合格だけは考えます。はいはいはい、はい、一生懸命ね最終の向けていろいろ準備していきたいと思う。結構スケジュール詰めてみて私は準備しようと思ってるので、はい、あと皆さんご教えてくれたね名古屋飯のねところも行きたいなんで、まあ、全部は難しいと思うんですけど、ヒロロさんとりあえずオーディション上、そうですね、ピンクですね、ピンクです。ソランチさん、サリナちゃん見つからないように握手会からありがとうございます。見つからないようにあれです、もう通報されです。あー、ナナ様み綺麗です。あー、センキュー、センキュー、レアリーって感じです。センキュー様、絶対受かりますよ、受からない。あー、ママちゃんさん、ありがとうございます。ノーキさん、お礼配信で最高の笑顔です、ありがとうございます。頑張ります。私もね、皆さんがこうやってね、たくさんね時間かけてね、いろいろね手間暇かけて応援してくださったんで、全力でね頑張りたいと思います。本当に受かったら名古屋飯いつでも食べる。確かにシャーザーさん、そうですね、赤服も買い放題ですわ。天狗もね、いつ合格発表なの、どうなんですかね、私もわからないんですけど、最終審査の日なんですかね。どうなんだろう、皆さんにお礼配信とかの予定はまだ聞かされて教えていただいてないので、あ、皆さんなんか優しいですね。まだねラストじゃない、一応明日がラストですかね。 ラスト本当のラストが水曜なんですけど、一応明日ラスト配信という名前でやろうと思ってます。はい、みーもさんこんばんは、やっと来れた、押したら落ちたですごい、大丈夫出てくる、ありがとうございます。みーもさん豊橋ですからね、はい、頑張ります。なんでも本当にずっとネガティブだったんですけど、なんか毎日皆さんとこうやって褒め、すごいなんかね、皆さんお口がね上手で、皆さんに褒めてもらえて、なんか皆さんとね楽しく配信してたら、うん、なんかポジティブになりましたよこの1週間で、うん、正直私はなんだろうな、みんなが言うようなその花の女子大生ではなかったし、うん、ずっとアルバイトと旅行ばっか行ってて、それをなんだろうな、結構ここ最近になってもうちょっとなんか違うことにお金使ったり時間使った方が良かったかなって後悔したこともあったんですけど、まあ、そうだったからその私今のねこういう私だったからこそ、鼻じゃなかった枯れてた女子大生だったから、こうやって皆さんに何だろう嘘を偽りなくちゃんと何だろうな、そんなね嘘つかないで自信持ってこういう配信できてますし、 いろんな、ね、意味でね、あと何だろうな、その旅行の話とかバイトの話とかありきたりだなと思ってたんですけど、すごいなんか楽しんでもらえたので、なんかうん間違ってなかったかなと思ってます。だからすごいなんかうん良かったです。新潟にはすごいカルチャーパスが出してるんですけど、ね、私とね、くまりさん、ありがとうございます。立派な大学、皆さんありがとうございます。だからそう、良かったです、本当に。でね、これもね、本当に、ね、ダメ元で受けたんですけどね、皆さんがこうやって応援してくれたから、うん、だから初日がすっごい緊張しました。本当に叩かれるんだろうなとか、そういう風に覚悟してたので、まさかね、3000人も超えるね、10人、20人来てくれたら嬉しいなと思ってた中でね、でこんなね、アイドルしてたくてね、いろんな姿をお見せしてるのに、皆さんがねそうやってなんか、うん、応援してくださって嬉しいです本当に。あとすごい特にあれですね、トーク力とかなんか言ってくださって、今まで全然自信なかったんですけど嬉しいです。すごい推薦コメント、なんだちゃんレベルアップ、あ、やったやったぜ。また明日ね、ミスタージュリーん、ミスタージュニア、ミスタージュニア、ナナ様 SK 何メンバー好き、あー I like SK48 メンバーズ、グラデーションメンバーズ isしおりおぎそ先輩、ゆりあきさき先輩、なお SK48 メンバーサリナソーダ先輩、イエー、はい、出てごかせるよ、ありがとうございます本当に。あ、受かったら赤くここに、あ、嬉しい、子供を寝かしつけてからだよ、あ、おまさん、ありがとうございます。マリさん、大丈夫です、髪は角になってなきゃダメ、ありがとうございます皆さん、ありがとうございます本当に。あ、そんな職場に来たのか、僕頑張ってください、両方なりです。でも嬉しいです、なんか、うん、ここね今日とかで初見の方とかもいらっしゃって嬉しいです。まだね伸びしろがあるのかなとか思っちゃいました、私ちょ結構ねこんな将来の始めたから、私結構なんか調子乗っちゃってね、こんなグローバルハッシュタグとか使ってしまってね、本当に5カ国の以上の方とね、まさかねこんなやり取りできると思ったことない、そういう意味でね、そう一生に一度の機会をいただけましたね、はい、受かってくれると俺頑張ります。いつ合格発表なの？あ、そうです、その最終なのかわかんないですけど、あ、そう、これ答えましたね、ごめんなさい、ちょっとどれだろう、
どっから読んでるのか、ちょっとごじごじ。ああ、花咲の最終オーディションっていつなんか言いますか。言えないんです。ごめんなさい。ごめんなさい。言えないんです。でもね、12月中には分かりますよとか言って、大まかすぎますね。じゃじゃじゃーん。でてれん。たぶんね、この配信が地震つながってる。ああ、すごい地震つきました。地震つきましたというか、なんか、うん、ポテトプに出ましたね。はい。うん。すごい楽しかったです。もともとこのぐらい日頃喋るので、家でも友達相手でも、カメラがあるかないか、皆さんに向けて喋ってるか違うかの、田舎の感じなんですね。はい。だ言葉数的には全然多分、土曜その8時間配信しても全然喉、その喉飴舐めなかったし、結局マスクしないで全然次の日、ね、朝からまた日曜も10時から配信できたので、そういう意味ではね、アルバイトでいっぱいなんか駅中でね、声出したりね、やっと強くなったかもしれないです。はい、新橋駅でね、ちょっと宝くじのやったりね、いらっしゃいませ、いらっしゃいませってやってよかったです。初日見ての、初日はもうなんか私、あのコメント全然拾えなかったり、名前もね、うまく読めなかったんでわかんないんですけど、来てくださった方ありがとうございます。でもね、いつから来てくださっても嬉しいです。勢いさん、いろんな経験して本当に自分の言葉で話してくださる場所。いや、でも自分で経験してないとね、私多分喋れないんで言葉が。うん、先輩、先輩。SKE みんな可愛いですね。みんなみんな、あ、オール、あ、つかみんな大場先輩かな。大場みんな先輩かな、わかんないけど、でもどっちも可愛いですよ。うん、おぎる好きなの、あ、好きです好きです好きです。あと桑原瑞希さんとか、木下ゆき子さんとかがその卒業されたメンバーだと好きでした。桑原さんの笑い方とか、ゆきさんこんなに可愛いのにいいギャップがあって、ミルクシーが、ありがとうございます。皆さん本当に優しいですね。本当に人生でね、この1週間が一番褒められたと思いますよ、私。普段からこんなことあれなんでね。友達に宣伝しておきます。今から今、あ、あります、あります。あと 2日。一応2日あるんで。ナナさん、ごめん。なんで？ソーリー、全然気にしないで。ミスター、ジュリー、なんでなんで？ソーリー、ノーノーノー、ノープロブレム、ノープロブレム。ソリちゃんは娘の一番で、いつも、石橋さん、どうしよう。そうなんですね。ちょっと、東海地方のなるんで、あんま見てない。それだけ教えてくれたら十分、ありがとうございます。旦那さん、何飲み物好き？あ、I like mineral water。 ちょ、うん、スパークリングウォーターの、うん、あんまり炭酸ってよりは、まあ、虫歯にもなっちゃうし矯正してるので、ね、今は装置ないんですけど、ずっと矯正してたんで、そのミネラルウォーター、ミネラルウォーターが一番ですよね。天然性、褒められてのベルベル、あ、そうかもしれないっていうのにここ1週間で気づきました、私。おぎそ好きなのか、毛が好きです。なんかもう、うん、おぎそさんが好きです。本当に本当にとか卒業されてかもね、変わらず綺麗でね、毎度おなじみの斜めの7です。斜めの7、あ、残り7分、わーおって感じですね。本当にアンビリーバブルな速さです。2年前まで新橋で働いてたのに、こんな綺麗な人見かけない。あ、2年前はまだやってないです。でも全然みんなやってますよね、あれで、あの SL 広場とかの前の。まあ、もう多分やることないんで、この冬もあのこのオーディションやる前に誘われてたんですけど、ちょっと冬だから断りましたね。ずっと外で寒すぎるんで、ちょっとドリームジャンボ の4月5月で限界なので、あのバイトは。サマージャンボもね、熱中症で倒れちゃいますね。ではスペシャルギフトの方、そろそろちょっと見ましょうかね。あ、明日、あ、タカリさんありがとうございます。またスノードン、早送りね、いつも早送りなのに、ありがとうございます。早送りカレンダーならずね、早送り再生って感じでね。新しく今日できましたね。早送り再生、太陽を追い急がせろ、ロマン中、ロマン中だぜ、ロマンスだね。あー、ちょ、ごめん、受かったと言って、全然全然、ナナ様嬉しいですか。嬉しい嬉しい嬉しい。ミスターリアルジュニア、うん、嬉しい嬉しい。おぎそにゃんにゃんわざ、おぎそちゃんに目が少し似てるけど、なんかちょこちょこ似てるって言っていただけてるんですけど、でも全然本当自分で思ってないです。恐れ多いです。そうなの、おぎそさんは顔ちっちゃいですよね、びっくりします。うん、でも無駄な肉がない感じ。ごめん、よかったからどうした？全然なんか仲間のものさ、謝んないでください。ブルーローズさん、メンバーになったら話したちょろいですよね。言わないですよ。言わない。
で、そう、でもあれですよ、ファンの人がによってこうやって私ができるじゃないですか、なんかアイドルとしての私は出来上がっていくじゃないですか。だからファンの人の育て方とかにもよると思いますよとか言って、謎のねプレッシャーをかけるとかいう感じで、人任せにしても、ナナちゃん人形みたいに大きくなって、うん、ちょっとあそこまではね難しいかもしれない。すごい巨人じゃないですか、2メートル3メートルぐらいありますよね、あのナナちゃん名古屋のね、ぜひね写真撮っていきたいと思います。さすがにねこれ以上伸びないと思うんですけど、ちょっとスタイルはねあんまりだから自信ないんですけどはい、なんでね写真集とかよりね、ちょっとフォトエッセイとかね、エッセイ自分で書けたらいいなと思っております。はい、エッセイ読むの好きなんで。本名がナナだったらリアル人形、リアルナナちゃん人形、いやでもミオマルさんがあれですか、スタイルナナちゃん人形です。しかもリアルナナじゃないんで、はい、あ、5000人突破した、わーわーわー、ちょっと、じゃあスペシャルギフトもとりあえずね、スペシャルギフト、ヤスさん、クンタさん、タカリンさん、リョーポンさん、トランチュさん、ナオキさん、合ってますかね、ちょっと確認しますわ、合ってますか、タカリンさん、リョーポンさん、あ、やばい、また通報しました、ごめんなさい。タカリンさん、ヤスさん、書いてるね。ちょっといっぱいくださって、もうなんか申し訳ない。あ、トランチさん、クンタさん、あ、いるよね、トランチさん、見て、ノッキさん。こんな確認するのもね、大変なぐらい皆さんくださってありがとうございます。おい、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと待って、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。でも未遂ですからね、まだ生きてますよ。はい。本当にありがとうございました。ちょ、見えるかな、ちょっとたくさんくださったんで、ちょっと幅が大きくなっちゃう。また治安が、ゆめちーん、ゆかみなさん、あと今日は3分4分で終わっちゃうんですけど、また明日来てください。直樹さん、ありがとうございます。推薦コメント書いてくれてあれなんでね、うん、はい、こんな感じでありがとうございました。 SK48 何歌う好き、あー、ナナさん、I like single SK48 シングルソン、シングル曲だったらごめんね様、ごめんね、タタ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 タ、ハートにそっと触れたくなった、チューリーのいたずら、チューリーさんですね、タタタタタタタ、みんなのつもりしてないですはい、じゃあライティング読んできますね。今日も皆さんね、最初から来てくださった方は4時間ぐらいかな、もちろん1分でも、ね、見てくれたら嬉しいんですよ。1分でも2分でも3分でもの笠井さんのようにね。でも本当に長い間ありがとうございました。明日がね、一応ラスト配信って名前ですけど、水曜も一応多分場所が確保でき、多分できるので、私の授業終わりしてこんな感じダッシュで行きたいと思います。はい、だから推薦コメントねちゃんと書いてくださって、明日より楽しめる配信になると思うので、それをツイッターでぜひ拡散してほしいです。はい、今日来れてないね方もいらっしゃると思うので、はい、だから13位の方からですね読んでいきたいと思います。13位池谷さん、ありがとうございます。12位山市さん、ありがとうございます。11位ひろゆきさん、ありがとうございます。10位ワンワンニャンさん、ありがとうございます。9位グルッパさん、ありがとうございます。ちょっと上いきますね。あ、待って、やばい、8位斉藤さん、あ、間違えた、埼玉さん今通報しそうになっちゃった。ごめんなさい、未遂ですからね、大丈夫ですよ、生き残ってますよ。8位ブルーローズさん、ありがとうございます。7位のんこのゆめさん、ありがとうございます、本当に。6位ごめんなさい、通報してないですからね、埼玉さん、ありがとうございます。5位トランジさん、ありがとうございます。4位くんたさん、ありがとうございます。3位たかりさん、ありがとうございます。じゃじゃん、2位シャーザーさん、ありがとうございます。1位ヤスさん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。たた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 た、はい、本当にね、ありがとうございます。長時間かな、おやすみなさい、あー、グッナイ、 See you tomorrow、 あ、tomorrow、 あ、tomorrow の書きますわ。 tomorrow は、tomorrow の tomorrow Japan time、 あ、一緒や、どこだっけ、これや、木曜日はできないんですよ、もう配信終わりなんですよ、あの水曜の8時で終わりなんです、このショールーム期間が、あの審査とか、そうなんですね、できたらよかったです。 OK ジャパンタイム、 OK 大丈夫かな、多分。またね、 See you、 再见、はい、皆さんちょっと読んでいきますね、お疲れ様、ありがとうございます。綺麗な締めで、あ、Thank you 身長何センチ、151です。ちょっとまた今度ね、あの明日また最初自己紹介やってあれなんで、とりあえず皆さんあれやってください。あ、水曜で終わりなんで、やだありがとうね、こんななんか惜しまれるような人になれると思ってなかったので嬉しいです。はい、これですよ、このハッシュタグとこれと
あのこれであの写真つけてもつけなくてもあれなんで、とりあえずあの明日推薦コメントのあれやることを皆さんでお願いします。あの拡散してください、リツイートリツイートでお願いします。であのなるべく早くあの推薦コメント書いてくれたら印刷に間に合うってことも言ってもらえたら嬉しいです。で水曜日もあの今まで多分できないって言ってたんですけど、多分できそうになったってこともあのツイッターで皆さんであの、ね、仲間なんでね、このハッシュタグ見つけたらね、これとこれとあれですよ、上と7番とあと SK4